デマリオ・プレスリーは、ノースカロライナ州グリーンズボロ出身の元、アメリカンフットボール選手。ポジションは、ディフェンシブタックル。高校時代は、パレード市、USA トゥデーより、オールアメリカンに選出された。またバスケットボールのセンター、陸上競技の砲丸投げの選手でもあった。ノースカロライナ州立大学に進学、4年間で、先発31試合を含む42試合に、 出場145タックル4.5サックにファンブルフォースにインターセプトを挙げた。3年時にはアトランティックコーストカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。2008年の NFL ドラフトでニューオーリンズ・セインツに指名され、同年7月15日、セインツと3年契約を結んだ。同年7月27日、故障者リスト入りした。 2009年9月5日、ウェーバーされ、9月7日、プラクティススクワットとしてセインツと契約を結んだ。シーズン半ばにアクティブロースター入りし、7試合に出場した。この年セインツは、第44回スーパーボールで優勝。彼もスーパーボールリングを手に入れた。2011年2月22日、インディアナポリスコルツと契約したが、同年8月16日に解雇された。 翌日デンバーブロンコスと契約したが、その後解雇された。同年12月30日、カロライナ・パンサーズのアクティブ・ロースター入りし、シーズン最終戦に出場した。2012年3月16日、パンサーズから解雇された。2012年5月10日、シカゴ・ベアーズと契約したが、同年8月21日、負傷により解雇され、 翌8月22日ベアーズの故障者リスト入りした。ありがとうございます。